はい、道の神殿クリアしていこうと思います。今回も攻略動画見ながら、やっていこうと思います。まずはこっちですね。こっち向かって。なんか簡単らしいんですけど、でもなんか実際攻略動画見ると難しそうなんですよね。あれ、シドと、あ、シドどこ行った？あれ？シドいないけど。は？何これ？やっと来たわ。これでここ入ってくらしいです。え、それで？それで、ここに何かがあるらしい。これを、起動させるらしい。そしたらスイッチがあるか。スイッチが押されるから、それ下行って、なんか、あ！おい！これを、これなんか、あ、操作しにくいよ、これ。逆に操作しにくいんだけど。この、滞空時間長いやつ。ここ行けるんじゃない？これを持ってきて起動させるらしい。この装置が何なのかよくわかんないんですけど、起動させたら浮くのか。で出て、滞空時間長い、この、なんなのこの特殊な空間。すげえなんか、逆にやりづらいんだけど。今までの場所と違う。ここにはめ込んだら、ここが開いて、シドの、何か使う。あ、そう、シド。ちょ、シド。これで、攻撃。ちょっと待って、何シドに話してこれで攻撃。で1個目が開く。おお、これでいい調子だぞ。あと3つで、さらに、え？いや、今見たわ。え？あ、これで戻るんですね。戻って、この階段を登って、ちなみに第3っていう人のチャンネルを参考にやってます。いた、うわ、めっちゃ食らうし、この曲強っ。何すげえ操作しにくいなこれ。ちょっと待って、あっ、ユンボー強っ。どっちの方向？こっちか。え、まだいるの？あ、やば！やば！あれ、ボ
ス戦行ってないのにすげえ減ったんだけど、ハートが。こっちですね。こっちですか？え？この特殊な空間苦手だな、これ。ここ難しくない？登れるか。登って。え？こっち？こっちか。こっちだと思ってる。あ、いけん！あっぶね。こいつら邪魔だな。ないな。ちょっと待ってください。めっちゃおるな、敵。危な。まだいるの？まだいるんか。ここに弾がありますんで、これを行くか。行きましたね。あ、ちょっと、なにこ、やりづら。やりづら。あ、勝手に入った。さら一つ目ありますね。で、二つ目。で、次が。戻って。あ、そうそう、これで。まだ敵いるのか。あ、こいつ。
りませんと。で、こっちを取って、あっちか。こっちだよね。これに乗ってピタロックで上行くらしいです。え、ちょっと待った、乗ったらピタロック使えんのか。かかってるか、これかかってますね。これか。ここになんかあの、あ、そうそう、これがあるんで回してやります。あ、ずれたか。まあ、いっか。あ、しまった。なんで飛び込む。これで回れば成功ですね。回れば成功です。そうすると、これを持ってきて、ここにつなげる。そうするとこっちが開いて、またいつものようにこれで回してやる。あと1個ですね。川登るんですかね、もしかして。多分そうですね。うそ！おい！うそだな、攻撃してくんなよ。マジか、これやばくない？あ、よかった。で、回転してるものがあるらしいんで、あっちですね。あっちに行って。そう。あ、しまった。うわ、最悪。うわ、どうすんのこれ。ちょっと待って、弓壊れたし。うわ、敵おる。ちょっと待って、うわ、マジか。敵まず一掃します。うわ、嫌なところでも、またやり直しですかね、これ。どうすりゃいいんだ。うわ、向こうにもいるわ。
ちょっと待って、どうすりゃいいの？あれを、マジか。ここ登って、パラセール行けるかな？登れますかね、これ。で、回復して、うわ、ちょっと。もっと回って、もっと回って、もっと回って、もっと回って。やばい、近すぎないこれ。じゃあ、洗い流す。いや、ちょっと待って。流せねえんだけど。なんだこれ。ぶつからないこれ。ぶつかってるわ、これ。あ。マジで。また向こう行かなきゃいけないのか。この空間、このスローですげえ、滞空時間が長い、この。操作しにくい、なんか。もう一回。あ。ちょっと待って。あ、よかった。いけた。いけた。これで終わりっぽいっすね。で、またシドに話しかけて、最後のスイッチを押す。あれ、シドどこ行った？やっと来た。これで終わりのはず。で、噂ではボスが弱いらしい。なんかすげえ見た目も中身も弱いボスらしいんですけど、倒せますかね。ペドロが消えてなくなったぞ。これでサドモ。ちょっと録画切りますね。